お待たせしました。第2の1億円を狙え、西川選手 FA 人的保障決定版一発。フェードロー野球チャンネル。まだでも宣言残留、いや、もう公示されました。これですからね。NPB 出ちゃったから。ああ、出ちゃいましたよ。いやー、そうね、決まったね。で、まあ、西川龍馬選手、うん、年俸1億2000万というところでね、うん、B ランクの選手になりますから、カープでは。うん、これ、人的保障発生するんですが、うん、ただね、金銭保障のみっていうパターンもないことはないんですよ。うん。うん、そのパターンだと、B ランクだと、旧年俸の 60%。なので、7200万。いやー。ね。それか金銭プラス人的保障だと、オリックスのプロテクト外の選手1名と旧年俸の 40%、うん、こちらでも4800万もらえるのよ。あ、そうなんだ。だから差額が2400万しかないんで、うん、金銭にする理由は、ね、正直ない。そうだね、今の経営状況考えるとね。カープは A ランクの選手だったら、そうな、金額なおかがね、上がってればね、あるけど、ということでやっぱり人的保障を求めるは求めるだろうと、カープはね。オリックスだからね。しかもオリックスだから欲しいね。ということで今回は、オリックスのそういうプロテクトを予想して、最後はカープが取る人的保障の選手、あら、これ決めます。ちょっと変化があったってこと？いや、そうなんです。以前やったね、動画でも僕ら一回やりましたけども、うん、そこからね、ちょっとやっぱ動きがね、今年のオリックスは活発だったんでね、誤算があったというところでちょっと変更あります。で、ちょっと流れを確認すると、うん、11月22日、うん、西川龍馬選手契約しましたとオリックスが公示しました、うんうんうん、で、公示してから2週間以内に、相手球団にプロテクト名簿を出さなきゃいけないね。その2週間後が12月6日が提出期限なんですけど、12月8日が現役ドラフトなんですよ、ね、なのでこれカープはもらったプロテクトを持ちながら現役ドラフト望めるわけ。ほー、今回のパターン的にはね。なので、ね、カープとしてはだオリックスはね、早めにも出して早めに決めての方がいいんじゃないかなって僕はちょっと内緒持ってるんだけど、ただオリックスもね、やっぱ粘りたい理由もあるわけですよ。まあ、そうなんね。そうなんですよ、うん。ということで以前のね、プロテクト、僕が予想したプロテクト選手の一覧を出していきましょう。こちらです。ということでこの28名予想したんですけども、うん、まあね、ピッチャー14、うん、野手も14というところで、うん、まあ、1軍の成績を主にね顧みて、あとは若手の有望選手も抑えながらっていうところで予想させていただいたんですけども、うん、まず1つ目の誤算、西川龍馬ちゃん、うん、スピード契約により山本由伸選手をプロテクトが必要になりそうだと。そうなんよ。多分ね、恩返しだった。これ最後の恩返し。俺はそう捉えた。そうなんだよね。去年は吉田選手が相当早く決まったのよ、契約がね。だから多分プロテクト入ってなかった、森選手もね、入れなくてよかった。ただ今年はこの期限までにちょっと山本選手は決まるとは思えないんですよ、大型になるしね。ってなると前回僕プロテクト山本由伸選手入れてないんですよ、スピード契約を見込んでね。入れたら追えないかなと。これ一つ目の誤算ですよ。そして二つ目の誤算、トレード選手のプロテクト、これは黒木投手と吉田輝星投手のトレードがございました。この吉田選手が入ってきたことでね、正直黒木選手は僕はプロテクトに入れてなかった、うんうん、ただこの取った吉田選手は入れなきゃいけないんじゃないのと、どうなのと、いうところはね。で、まあ、あとは近藤選手、うん、まあまあプロテクトは入れてなかったんですけど、うん、まあ巨人に行ったりとかね、うん、そこら辺のメンバーのちょっと変更もあるんで、これは誤算の2つ目だったと、うん、そして誤算の3つ目、うん、これはね、契約はびっくりしましたね。契約会見で、うん、怪我をしてると、うん、本田選手が右肘の靭帯を痛めてるっていうね発表があったんで、これは本田選手はおそらくプロテクトには入れずに、うん、カープもちょっと取りづらいなっていうところの選手になったっていうのは、まあこれもね、カープとしては取ってからね発表される。いや、そうだよね。そう相手も入れないけど、取んないでよみたいなことなのかなっていうね、というね、3つの誤算があったんでね、ちょっと変更しました。変わるね。変わるんですよ。これ非常に難しくなった、うん、まずは投手からいこうかな。いっちゃおうかな。投手の、プロテクト予想はこちらです。まあもう3は外せないわけ。山崎幸也投手が出ちゃったから、うん、これは宮城投手、曽谷投手、田島投手、山田投手、うん、これは外せないですよ。外したら言っていいよ。山田投手とか外したら言っていいよ。32歳ですけど、でも山田信義投手、宮城選手とか、いやダイヤは外せない。ダイヤはダイヤのエースなんですよ。そうなの。
これでもね、山田選手はいいね、まあ、そうギリギリっていうギリギリなんですけど、大きい大きい、うん、サワーリリーフでね、欲しいね、うん、1点だ、1.13 つかない32登板でね、うん、これは大きいよ、すごい、これ牽制しとかないと、山田選手外したら行くよってそして右投手見ていくと、うん、まあ当然山下投手、うん、東投手なんかね、うん、先発で外してないね、うん、で斉藤選手なんかもう片鱗見せましたから、これ外せないなとそして、後ろで言うと山崎総一郎選手、うん、小木田選手、宇田川選手、山岡選手、うん、そして阿部選手、平野選手もやっぱり、そうだね、ここら辺はもう第一戦だからね、そして山本選手、もちろん吉野選手も入れると、うん、であと一人が日高選手、これプロテクトします。お前ちょっと待てよ、こないだ外すって言ってたろなんでなんだよ。やっぱり日高選手はね、プロテクト してくると思う。これはなんか気分悪いなということで、うん、ピッチャーで外れたのはですね、比嘉投手、うん、漆原投手、村西投手、横山投手、そして本田投手ね、うん、で前投手で吉田輝星投手もね、外してくると。僕はそうね、あ、ちょっとね、もうしょうがない、行かれたらしょうがないなっていう、うん、球団としてどうなのっていう声は上がりそうですけど、プロテクトしないのは、まあそこもカーパー狙ってこないだろうっていう読みでね、うん、なんかあえてっていうか、まあ入れないかなっていう感じなんだよ。いや本当でも行ったら吉田選手の引っ越しは、あ、そうか、でもだんだん西に行ってた。そうだよ。そうだよな。引っ越して続きする前にな。そうそう。うん。っていう投手の予想、うん、でキャッチャーのプロテクトはこちらです。若月選手、森選手、うん、トング選手、うん、まあこれはもうね、可決にしてきますよ、この3人は。ああ、そうなん。トング選手とか、いや、取らない、取らない、取らないから一回外してみ試しにね、何もしないから、試し何もしないから、一回外してみしますでしょ、カープは。そして内野手はこちらの斜めです、まあ、宗選手、野口選手、まあ、義母選手もね、どうギリギリって言われてますけど、巷では。僕はね、プロテクトすべき選手だと思いますよ、今年ね、ブレイクですから。そして中川選手、太田選手、紅林選手、内藤選手、だから内野のこの7人はね、もうすぐ決まったって感じだね。だね、誰抜けてもやっぱきついなっていう、うんうん、で外野は3人しかプロテクトできませんでした。きついね。茶野選手、杉本選手、池田選手、うん、うん、もうだから左のね、好打者、うん、守備もうまいっていう選手は、うん、もう誰か取られたらしょうがないなっていう、一人はもう目つぶろっていうね、形になるかなっていう、プロテクトは。まあカープもね、充実してるというかね、うん、多いんだよね。そうだね、守備固めというかね、そう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 、まあ来ないかなっていう予想もありつつね、うん、ただ杉本選手が外れたいっていいよ、これは。外れるんだろ。いや、プロテクトっつってんややこしいなで、野手でね、外れた選手はまあ内野手でいうと足立選手とかね、うん、うん、あと外野手でいうと T 岡田選手、うん、そしてまあ広陵福田選手ね、うん、そして杉澤選手もう前回入れたんですけど、やっちゃったもうしょうがないよね。あ、そうですか。そして北選手ね、北選手ね、そして右で言うと源選手ね。ああ、源ちゃんね、まだね。そうそうそう、なのでね、プロテクト外の選手で言うと、うん、ちょっと匂うのが、まあ比嘉選手もなくはないよね、正直ね。比嘉選手、前選手、若手で言うと前選手、そして内野手、足立選手、外野手、T 岡田選手、福田選手、杉澤選手、北選手、源選手と、この辺りが匂うなという感じでございますよ、これは。決まりましたね。ということで、カープが今回の人的保障で獲得する選手は、ズバリ、前投手です。あー、そっちか。そっちね。これね、もう、僕的には多いよ。うん、5回シミュレーションした。結構やってるね。いつも2回とかですけど。寝れてる?5 回は寝れました。大丈夫か、はい、いや、思ったらさ、この間言ったように、ゲン選手ね、ドラフトに狙ってた選手、あ、じゃあ、中年の恋人行くのか。で、北選手なんかも2軍の成績がいいね。で、杉澤選手外れたら、天才バッターですから、東北の。僕は杉澤選手
が一番輝いて見えたかな。いや杉澤選手まだね来年3年目ですからね。そうね、うん、大卒でね。いやこれは面白いよ、杉澤選手取ったら一気に化ける可能性あるかなって思うんだけど、うん、前投手にした理由はね、うん、まあ一軍登板まだ少ないんですけど、うん、今年の交流戦で阪神と横浜に投げて、うん、リリーフでしっかり抑えてるんですよ、うん、これだからもう本当にリリーフでバリバリ回ってよと、若いですけどね、うん、だ第二の一岡、まさにそうだね、うん、さらに若いんじゃない、さらに若いね、北野よりな、うん、っていう実績はないですけど、これオリックスが選んだ投手でしょうと。あ本当ありがとうね、うん、前投手の方がなんかね失敗じゃないけど、うん、働いてくれやすいかなと、うん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 、まあ杉澤選手と、まあ、野手がこれ化けたら、うん、めちゃめちゃでかいんだけど、うん、なかなか難しいなっていう ね、 ね、そこの育成の部分も含めてね、それを踏まえて最後の決定版は僕は前投手にさせていただきました。ただ一つだけ言いたいです、オリックス側にどうした、平野選手外したら行くぞ、これはカープは行くよ、張さんも行ったからね活躍ももちろんだけど、その後輩へのそういう指導とかそういうところも評価するから、ね、するからね、カープはね、っていう予想でございました。もん皆さんいかが出したでしょう、はい、いかが出したでしょう、まあ一つだけ言えるのが、はい、オリックス関係者見てるってことね、ちょっと動かしてきた、あ動かしてね、買い出す気にさせるかと、何が UFA 買いだとそんな嫌がらせで選手を動かさないと思いますけどはい、ということで海田さんが、はい、西川龍馬選手の人的保障確定版紹介してくれました、はい、皆様からのいいね、コメント、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。斉藤京介選手は、うん、外れるんだ。いや違う、プロテクトって言ってる、早めに、なんでよあいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。